はい、じゃあ、じゃあ、はい、じゃあ、じゃあ、ショックサバじゃあ、はい、いかがですか？だいぶ落ち着きましたか？だいぶ落ち着いてきてます。体重も落ち着いて、やっと今90 4キロぐらい落ち着いてきたんです。石渡さんと戦うために 102.5 キロ。ああ、確かに、確かに、はい、結構私も近くで見てたんで感じましたね、はい、感じました。息遣いはすごく、2人ともすごい疲れてました、で今日は何でしょう？今日はですね、はい、あの前に、はい、あのオギチャンネルっても300ポイント上げてるじゃないですか。そうです、そんな上げてます、ね、そうなんですよ。その中でこう視聴者さんが見た、はい、オギチャンネルのランキング、おお、面白いランキング、それやった時なかったでしたっけ？これですね、やったことないんですよ、視聴者さんからは。あ、そうなんです、ね、そうなんです。我々が今まで撮ってて面白いっていうのはやったかもしれないんですけど、そのやってる我々目線と視聴者さんの目線って全然また違うじゃないですか。違いますね。我々はこれ伸びねえだろうなと思ったのが伸びた、そう、そうなんですよ、ね、これいくだろうと思ったのが、はい、いかなかった。確かに確かに。それの視聴者さんが見た。ああ、なるほど、いいですね。まあ、集計したんです私。おお、はい、いきますか。じゃあ300本あるんで、はい、もう10位から行きたいです。ベスト10。はい、ベスト10から結構ないいです、これ私の持ち企画なんで。なるほど、はい、いいですね。確かにそれで知らなかった動画をそれで見て、そう、面白そうってなる、そういうこと、可能性もありますから、ね、そういうことなんです。確かに、はい、の動画で登録した人とかもきっといるでしょう、ね、はい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 、はい、ぜひ、じゃあ300本以上上げてるんで、はい、語っていきますか。じゃあ早速行ってもよろしいですか？はいはい、じゃあそれでは10位いきます、はい、なんだナイトルーティーン。おー、それ10位ですか？10位なんだ。10位なんですよ。そうか、結構僕的にはお気に入りなんで、もっと上位の方かなと思ったんですけど。かなり初期ですよね、これ。そうですね、おぎちゃんが裸になってるやつですよね、はい、初めて 1,2 ヶ月ぐらいだったかもしんないですね。記憶がありますね、ナイトルーティーンは。あの結構ナイトルーティーンっていうと、まあ、他の動画はを作ってる方の見ると、まあ、はい、本当にこういうのやってんの、はい、こういうふうにやってんのかなみたいな、言ってましたな、の、そうですよね、言ってました、おしゃれな感じ、そう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 、そんなルーティーンやってるわけねえだろうって言ってましたもんね。そうね、俺はあの本物のルーティーンを見せる。そうですね、やったです。ライジンさんの煽りなんかにちょっとなんか使われてたから、そうだ、使われてました。結構衝撃的な感じだったんですかね。そうですね、うん、ただこれやっぱ視聴者さんとしてはこれがかなり面白いですか。あれですよね、初めて直後だったんで内容はすげえ面白かったと思うんですけど、あんまり伸びなかった。でも1万ぐらい行ったんですか？ああ、もうちょっと多分行ってると思う。なんか、いつもよりすげえ行ってるなって、あ、その時の感じだったんですけど、もしこれがね今だったらもっと伸びてたのかなって確かに思いますよね。じゃあすごい内容面白い、僕らのトークも面白いですよね。そうですね、なんかやるときは、はい、ぜひナイトルーティン見てください、遡って、はい、見ていただけると初期ですね、はい、はい、じゃあいいですか、はい、続きまして第9位、荻窪に行って知名度調査。そうですか、そうですか。これ企画として多分面白かったのかもしれないですね。あれ宇都宮の次ですか？いや前ですね、前に荻窪ですか？前に荻窪です、ね、じゃあ一発目が荻窪だったんですか、ね、一発目が荻窪ですね。確かに、まあ、これ菅谷選手も出ていただいてる。あ、そうです、そうです、それも出てるかもしれないですけど、はあ、懐かしいな。荻窪駅行って知名度調査、はい、はいはい、結構しんどかった思い出があります、ね、しんどかった、朝倉海選手に暴力を振るわれて傷の癒えぬまま行ってそうですね、全然誰も俺のこと知らないっていうまたそれがそれで気づけられる。そうですね、楽しかったですね。でも楽しかった、でもそれでもちゃんといましたからね、今みたいなこと知ってる、何人いたんでしたっけ、3、4人。そうですね、それぐらいいらっしゃったかもしれないですね。そうですよね、今どうなのかちょっとやってみたいです、ね、やりたいですよね。またどっかの街でやってみましょうよ。ちょっと今、あの、あれが確かに危ないので、はい、感染とかが、なので、はい、ちょっと本当に落ち着いたらやっちゃいますか。東京駅でやっちゃいます。さすがにいっぱいいるんじゃないかな。さすがに、はい、ですね、なんて思ってます。もしかしたらあなたの街におぎちゃんが行くかもしれない、来るかもしれない、はい、ぜひツイッターをね確認してもらえる。そうですね、はいはい、じゃあ続きまして第8位の発表です。お、8位ですか。8位、はい、梨です。おお、手を使わずに梨を食べてみた。あれも確か暴力振るわれた、暴力振るわれた1週間後に確か出しました、ね、すぐっすよね。そうですよね、今考えるとすごいですよね。
めっちゃ落ち込んだとか言っておきながらあんなの撮ってますから、あのすっごい顎が痛かった記憶があります。はい、こう開けれなくて、1ヶ月ぐらい開けれなかったんですよ。あ、痛くて本気で、あ1週間後だったんですごい痛かった記憶があります。それでもあの綺麗に手を使わずに食べてましたよね。そういうことなんです。あの得意ですから。天才ですよね。天才なんです。本当に天才だと思うね。はい、やっぱスターなんで、はいはいはい、しょうがないですよ、これは。しょうがないです。天性のものというか、はい、努力では目につかないものというか、はい、ですね。そうなんです。なかなかあれは、はい、だからコラボを誰かしていただいた時に、はい、これ勝負も面白いかもしれないですね。手を使わずに梨を食べた勝負、梨的な、いいです。その季節に合わせた、あ、いいですね。今だったらイチゴですか。イチゴですか。イチゴを50個食べてみた。手を使わずに、いいですね、こう置いてこう列に置いて、あ、カクカクカク、いいかもしれない。はい、意外とこういうのやっぱ好きなんですね。でも梨をあの会った人とかが、あの動画好きですみたいな、直接あの青木選手みたいな感じであの握手とか求めてきてくれる人とか、はい、大体梨好きですって言ってくれます。結構人気が高いと。高いですよ、はあ、なのでだって300本上げてて7位ですから、うん、すごい。あ、これ8位ですから。8、すごいな。すごいですよ、上位です。ちなみに再生回数は1万いってないぐらい。いってないと思います、ね、多分いってないと思います。結構面白いです、はい、1週間前に朝倉海選手に顔面蹴られてサッカーボールにされて負けた直後にそれをやってるっていう体で見ていただければまた面白い。確かに面白いかもしれないですね。ぜひ見ていただければ、はいはい、よろしくお願いします、はい、それでは続きまして第7位の発表です。はい、7位、ボディービル。おお、あ、そうですか。はい、 あれがですね、第7位なんですよ。あ、そうです。通りすがりのマッチョさんとのコラボですか、あれは。安倍さん、安倍さんと、あと添山田出てます。そうですね。ああ、そうですか。あの辺はやっぱ比較的やっぱ面白かったんですかね。あと鬼ちゃんの笑顔が素晴らしかったんですよね。笑顔で確かに、確かに、はい、懐かしいな。懐かしいですよね。もう1年以上前ですよ、多分。1年以上前です。すごい蚊に刺された記憶がありますね。すごい切れてるんで、ああいう系というか。またやりますか、じゃあ。いや、やりたいですね。安倍さん呼んで。そうですね、誰かいないですかね、ごつい人。またポジングやりますか。はい、やりたいです。千蔵さんとか。千蔵選手、千蔵さんと、はい、いいですね、はい、これが7位です。素晴らしい、素晴らしいですね。なるほど。はい、じゃあ続きまして6位の発表です。はい、6位、第6位はモーニングルーティーン。おー、これも初期中の初期じゃないですか。あ、そうですか。はい、あの突撃したやつですね、朝5時の。僕的にはナイトルーティーンの方が好きですけどそれは我々にいきなりオッツされたからじゃないですか、朝の5時に。あ、そういうことですか。確かに機嫌悪い、すごい機嫌悪かったですもんね。あれ、モーニングルーティーンはどういうオチでしたっけ。走りに行く、走りに行くオチだったっけ。そうですね。あ、そっか。はい、だから5時に走ると起きてランニングしているということだったんで、それを我々がそうだそうだ、あの本当にやってるのかっていうのを見に行った、はい、朝ごはん食べて。そう、そうですね、オートミール食べて。オートミール食べて。そうだそうだそうだ。オートミールふかして、ふかして、で歯磨きして。そうだ、えずいて。ああ、そうだそうだ。ああ、モーニングルーティンの方が先でしたよね。先です、先ですね。ナイトルーティンより。そうだ。で、あの登録者どうですかっつって。そう確かにあの時ね、多分登録者300人ぐらいしか多分いなかったんですよ。確かに300人ですよ。そっから1000倍、確かに違うか、100倍。あ、すごいですね。いや、すごいですよ。見てほしいな、また。いや、面白いですよ、これ。たまに見返すと面白いですよね。面白いです。モーニングルーティン、ナイトルーティン。あ、またあの今の家と違うとこだったんで。ああ、そうだそうだ。あの家を、いい家だったな、あの家も。そうですね、あそこまた借りたいですね。思い出の撮影場所として撮影場所として、撮影場所としていいっすね。借りたいですね、うん、はい、見ていただければと思います、はい、ぜひお願いします。いいですか、5位いっちゃって。いきましょう。それでは続きまして第5位の発表です。スケボーです。おー、カリフォルニアスタイルですか。カリフォルニアスタイルね、あれも結構人気ありましたね。これ5位ですよ、これ。すごいですね。5位、すごいね。ただ、5位ですよ、これ。ただね、あれに乗っかって乗れないっていうだけの動画ですか。それが5位ですから。あ、
ありがたいな。すごいですよ。これでジムまで行ってますから。そうですね。おじちゃん、大体何でもできるんですけどね。はい。あれ。いや、あれもできてました。できてました、ね、できてました。それはちょっと、まあ、動画を確認していただければと思います。ああ、確かに。できてたか動画は、あの、カリフォルニアスタイルって入れれば出るのかな。ですね。はい、出るかな。だってあれ、はい、2本上げてますからね。2本上げてますからね。編集、再編集された、はい、黒森さんが。はい。はいはい、そういう系多いですね、うちの動画。そうなんですよね。ぜひ見ていただければ。やっぱ初期はちょっとやってましたね、そういうの。っていうか、はい、もう一回やりたいですね、カリフォルニアスタイル。やりましょう、もう一回。どうなんだろう。だってあれで今、今はちょっと違うから、引っ越しちゃったから。いや、今もあれで行ってますよ。あ、今もあれで行ってるんですか。今もあれで行ってます。4日ぐらいかけて行ってますから。4日。やりたいなぁ。やりたいですね。はい、思ってます。リメイクというか。リメイクで。はい。はい、じゃあ次行きます。はい、じゃあ次行きますね。はい、じゃあ第4位の発表です。はい。オギーの虎。ああ。そうなんですか。そうなんだ。だってマネーの虎知ってる人ってもう何歳ぐらいですか。で僕が30後半ぐらいですか。僕が高校生の時だったんで。うん、でもまあ同年代じゃないですか。30代ぐらいの人ですよね。はい、うん。若いファンの人多いじゃないですか、ライジン。はい。わかんない人も多いだろうなと。おぎチャンネルの登録者さんはやっぱ同年代の方が多い。ちょっと動画面嬉しいですね。おぎの虎が第4位なんです。おぎの虎は、うん、あの あれですか、松丸そうです、ね、いぶきをこうやと俺とそうです、ね、でやったやつですね。ああ、なるほど。あれはちょっと不完全燃焼だったんですよね、あの時調子悪くて。これまたやりたいですね。やりたいです。本当にやりたいです、ね、やりたいです。誰かだからてか逆に視聴者さんで、はいはい、プレゼンしたいんだっていう強い意志を持ってる方がいれば、はい、その方をどうですか。あ、面白いかもしれない。ね、すごい。僕らが、面白いかもしれない、ね、金額もそちらで設定していただいて、はいはいはい、それ納得すれば、ね、僕も賞金1000万入りました、はいはいはい、まあ、出せればね。面白い。やりますか。やりましょう。おぎチャンネルアカウントですか、はいはいはい、に DM くれれば、はいはい、あ、いいですね、検討しますので。ちょっと企画も出てきましたね。はい、ぜひお願いします。はい、これが4位でした。へー。オギーの虎。オギーの虎、はい。それではもう3位になっちゃうんですけど、ね。はいはい、3位。いいですか。なんだろう、あと。あ、でもなんとなく、なんとなく分かる気がする。なんとなく分かりますね。はい、それでは、第3位の発表です。じゃが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 ラップバトル。オギースタイルダンジョン。ここで。すごいなぁ。これもね、再生数は多分1万いってないんじゃないの。いってないです、いってないです。もうコアな人しかですね。共感性、何でしたっけ、羞恥心でしたっけ。なんかそれがすごすぎて多分見れないんだと思う。これ名作っす、ね、これ名作ですね。名作です。編集もなんかうまいんですよね。ただ残念なのは風が強かった。風強かったですね。強かった。風がないけど、ちなみにあれ一発撮りですから。確かに。リハーサルもなし、あのもう一回っていうのもなしで、はい、いきなり歩いてる最中に始まって、ね、あのまま行き切りましたからね、はい、最後まで。オギチャンネルはもうほぼ一発撮りなんで、はい、ほぼ一発撮り。一発目はやっぱ一番面白いんで、はい、そうですね、はい、何も考えずにやるのか。もう一回やりたいです。やりたいですね。誰、かラップ得意な方いないですかね。オギちゃんとラップしたいよと、ラップバトルしたいよと。なんかもしそのYouTube やってる格闘家とか、はい、まあ別に格闘家じゃなくてもいいのか、はい、なんかこうラップバトルやりてえよみたいな、はいはいはい、あのやってやんよみたいな方がいれば、はい、あのちょっとね DM オファーお待ちしております。そうですね、あ、やりたいですね。あのクリーピーナッツさんが ね、あの DJ 松永さんね、あ、見てるんですか。オギチャンネルを見られる、ラップラジオでラップ見てるんですか。ラップとかオギチャンネルを見てくださっているて、 ありがとうございます、本当に、はい、まあ、うちにはね、藤田ブロディさんがいます、ね、ブロディさんがいればもう大丈夫。俺ね、あれよく見ればわかりますけど、ほとんど俺喋れてないイエーイしか言ってないですから、俺も松丸は使い物なんですやっぱ藤田ブロディさんすごいですよね。そうなんです。あの人の爆発力がやっぱ半端じゃない。いや、本当、すごい、ね、いつも救われてますね。困った時は藤田さん、はい、とりあえず藤田ブローディーさん。確かに、あの、ちなみに藤田ブローディーさんも YouTube チャンネルやってるんで、ああ、そうですね。めちゃくちゃ面白いんで登録してみてください。はい。あと2本か。あと2本です。じゃあちなみに2位何だと思いますか。2位ですか。はい。
まあ、洗濯バサミか。はい。あ、かま、なんだろうな。対談とかありそうですね。斎藤豊との対談とか。あ、まあ、もう、すいません。正直に言っていいですか、はい、もう忘れました。確かに。忘れてますよね。ギネス系だな。ギネス系入ってそうだな。いきますか、じゃあ。ジャンプしてもよろしいですか。はい、第2位。それでは第2位の発表です。じゃが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 じゃあ、そっか。これちょっとシリーズなんですけど、いいですかね。はい。タフシリーズ。あー、うん、嬉しいですね。はい。真面目なのは、ここに来て真面目なのは。はい。これはね、やっぱ今だからこそ、また見ていただきたいシリーズというか。確かに。これでも初期だからちょっと音声とかちょっとちっちゃいのかな。ああ、そうかもね。だからもう一回こう話すんですか。いやいや、話すんじゃなくて編集ですか。もう一本につなげちゃう。あ、それもいいかもしれないですね。だいぶ長くなりますけどね。まあそれもありなんですけど、ね、音だけ音をちょっと上げて。そうですね。これでも本当おぎちゃんのでも本当にターニングポイントというか。確かに、まあ、タフっていうそのテラスハウスの格闘技バージョンみたいな、16人で共同生活をして、その中で8対8に分かれるんですよ、チームで。チームごとに戦っていって、で最後まで行くっていうね。その1ヶ月半同じ家に住んで、同じ本当一軒家にで戦っていくっていうのをテレビで撮ってる、ドキュメンタリーとしてっていう番組に僕出たんですけど、あそこでの、まあ、戦いの思い出とか、私生活の思い出とかを語ってるので、そのタフシリーズ見ていただければ嬉しいですよね。結構面白いって言ってくれる方多いですね。そうですね。はい。1から9まであるんでしたっけ？あります。はい。そうですよね。それこそそのおぎちゃんの出たタフには全フライ級チャンピオンのブランドン・モレノ出てますね。あとケープに勝ったパントージャも出てますし。いろいろ出てますね。カイカラフランスとかも出てますし、ほぼ今あれじゃないですか、あの UFC のフライ級のランカーたちじゃないですか。はい、入ってます ね、 ですよね。あのタフに出てた人みんな今活躍してるんで。あ、確かに僕もその優勝したし、はい、結構レベルの高いタフだったんじゃないかなと。確かに思いますね。まあ、UFC ファイトパスに入んないと見れないですよ、タフシリーズ。入れば見れるんで、うん、もし入ってる人はまたタフ24で見ていただければ、映像で見るとまたさらに面白いと思う。そうですよね。まあ、それに入れない方はこの僕のおぎチャンネルで語りで、こう臨場感を味わっていただいて、はいはいはい、見ていただければ嬉しいかなと思います。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、今1位分かりましたよ。何か分かっちゃいました。はい、これですか。行きましょう。これ特別ゲストからちゃんとコメントいただいてるんで。あ、本当ですか。はい、この1位の本当ですか動画に対してのコメントいただいてるんで。嬉しいです。はい、じゃあ1位発表しちゃってよろしいですか。お願いします。それでは第1位の発表です。じゃが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 
やってる時ですか。僕が想像してたのはもう本当にみんなで全力で出るまで打つっていうのを想像してたんで、はい、どうなんですかね。でも正直あの動画をこう編集してる時に、はい、我々のこう LINE では、はい、いよいよ来たぞと、はい、ああ懐かしいですね。懐かしい。今までありがとうございましたと、はい、いよいよあの100万再生これはいくと、これはいくと感じで盛り上がってました、ね、この3人の LINE グループでありがとうございました、はい、今までお世話になりました、はい、行きますよみたいな、行きますよ、じゃあ行きますよ、バズる日が来ました、来ましたと、って言ったらあの全然伸びなかった、多分3問再生も言ってないんじゃない、思ったより伸びなかったっていうですかね、はあ、ただただ自分 の, あの恥というか斉藤選手の株を下げてしまった、そうですかね、ですか、まあ、あれも藤田ブロディさん出てますから困った時の藤田ブロディあそこもしちなみに藤田ブロディさん来てなかったらね地獄だったと思います。はい、完全地獄です、ね、地獄だったと思います。お蔵入りになった可能性もありますね、はい、ただですね、はい、斉藤選手からすごくいいコメントいただきました、コメント来てるんですか。はい、いただきました。嬉しいです、これが1位ですと伝えまして、はい、でそれに対してのコメントいただきました。これは嬉しいし斉藤選手ファンの方もちょっとはい貴重なんじゃないですか。はい、ありがとうございます。いいですか。はい、300本以上ある動画の中から私のカメハメハ動画が1位に選ばれたということでとても光栄に思います。試合より辛いカメハメハを打ったことで精神的に一つ強くなれたと感じています。これからのオギチャンネルの発展を願っております。あ、嬉しい。試合より辛いカメハメハを打ったこと、辛いでしょうね、あれは。精神的に強くなったと。あ、よかった。ということはやっぱり強さ、斉藤選手の強さにも貢献できたってことですね。そういうことですね。ちょっと嬉しいです。はい、今ちょっと涙出そうになりました。嬉しいです、すごい嬉しいですね。あ、嬉しい、ありがとうございます。あとその斉藤豊さんのチャンネルの、はい、鎌田 D さんにもあコメントいただいたんですね。その時はどう思ってたかと、あれを撮影してる時のちょっと小太りのあの鎌田 D さんですか。さっきにチャパスにされて、はい、眼鏡かけた、はい、ちょっと、はい、よろしいですか。はい、お願いします。オギチャンネルさん、いつも楽しませていただいております。テレビの世界で生きてきた僕ですが、カメハメハ撮影は過去に例を見ないほど心が動揺しましたこんなに恥ずかしそうな斉藤さんを撮影していいのかあの時の心の震えは今の斉藤豊 YouTube 運営に生きていますいいね、今のだから斉藤豊さんのチャンネルがあるのはだからオギチャンネルのこのカメハメがあったからそういうことですか。こそという、あ、嬉しいことですね。あ、嬉しいですね、そう言っていただいて。はい、1位ですからはい、ありがたいですね。ありがたいです、ありがたいですね。今結構オファーいただいてるので、あ、コラボ的なね、はい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 、まあ、全員とやりたいなと思って僕にコラボの依頼をするということはそういうことなんだとあの気概を持ってそれコラボ多分来なくなりますねあの来ていただければ嬉しいかな。柴谷さんもあれですもんね、はい、その本当のカメハメを見せると、はい、ちょっとツイッターでポロッと言っちゃったもので、はい、打たされた被害者の多分一人だと思いますねちなみに、まあ、これ言うと、はい、あの石渡さんに多分怒られると思いますけど、はい、僕一言も石渡さんに打ちましょうって言ってないですか。全部石渡さんからツイッターもそうですし、あの会見の時も、はいはい、あの僕は何も言ってないのにやるって言ってくれたんで、はいはい、だから僕は打たせていただいてあれ言うとなんか怒られそうですけど、はい、逆に打っていただいて嬉しかったなと思うし、はいはい、あんなもんなのかっていう気持ちもありますけどね、石渡慎太怖え怖っ。もう一回ね、本気のカメハメを見せて勝負ですか、くれるような気もしますけど、まあ分かりませんけど、はい、まあ、まあそれもちょっと期待して待ちたいなって思ってます怖っ、はい、すごくそんなとこでしょうかね。そうですね、まあ、あの単体でこう、まあ、例えば斉藤選手と打ったり、はい、石渡さんと打ったり、明選手と打ったりしてたんで、はい、ゆくゆくはというか、はいはい、まあ、これがこういろいろとこう派生してって、はい、最後の最後はやっぱり銀がギリギリぶっちぎるをやりたいですよね全員で埼玉スーパーアリーナ貸し切り、いいですね、はあ、
やりましょう。やりたいなって、はい、思ってます。すごい夢ですね。はい、じゃあ今年の目標はそれでいきますか。そこですかね。大晦日、今年の大晦日。今年の大晦日のメインは、はい、銀がギリギリぶっちぎる。いいですね。全員で、はい、はあ、リング壊して。あ、いいですね。カメハメハでリング壊して。埼玉スーパーアリーナ壊してみた。スーパーアリーナ壊してみた。やりたいなって。いいですね。はい、思ってます。それでいきましょうか。じゃあ、今週は。はい、そうです。ちょっといろんなまた、まあ、いろんな状況もありますけども、はい、新しい動画も撮っていきたいですね。そうですね。ロケとかにも出たいです、ね。ぜひよろしくお願いします。はあ、と思ってるので、今日はちょっと長い動画だったんですけど。はい。お付き合いいただいてありがとうございます。本当に斉藤豊選手と鎌田 D さんコメントありがとうございました。 ありがとうございます。本当に、はい、今後ともよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。では皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ほら最後まで見てくれて嬉しいぞ。登録はこっちしてくれよな。見てる動画があったらクリックしてくれよな。じゃあな。